こんにちは、つよぽんです。今日のつよぽんトピックは、前回にちょっとね、続いてる感じなんですけれども、データの正確性についてですね、お話を進めさせていただきたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、昨日ですね、データ改ざんなんていうね、ドキッとするようなタイトルから始まって、 GDP 国内総生産のね話をしたかと思うんですけれども、はい、現在アメリカが2017年1位、2007年も1位でですね、はい、97年も1位、この40年間ずっとアメリカが1位で、日本は2位だったけど今3位になってしまい、中国は9位から7位、そして、ね、正しい数字をどの国もですね出してたらいいよねなんていう話をしたかと思うんですが、国内総生産の問題点としてですね、計算方法を公開していない推計値であるというふうに、まあ、日本の場合なってるんですね。で、内閣府は非公開の理由を国家機密に当たるというふうにしてるわけです。はい、で、まあ、日本って、まあ確かにちょっとその数字大丈夫っていうようなものもありますが、それでもまだまだ計算強い気がするんですよね。僕アメリカにいた時に思ったんですけれども、よくスーパーで普通の女性がですね、これとこれとこれこのお金で買えるかしらって僕に聞くわけですよ、ね、そうすると要は税金の計算とかして、買えるか買えないか分かんないわけね。これとこれとこれ1000円で買えるかしら、まあ1000円というか円じゃなくてもちろんドルですけれども、つまり計算がね、お次の計算とかサクサク日本人ってまあできるじゃないですか。だからまあ数字にはね比較的強いのが日本人かなとは思うんですけれども、でそのちょっとびっくりしちゃったニュースがありまして今日ですよ、中国国有企業にくすぶるデフォルトの懸念ということで、青海省の投資集団が中国内外で発行した社債の、返済ができまへんよということで、その金額がなんかねびっくりするような金額が返せなくなってしまったということで、そういうのね、ブラックスワンとか、はい、マーケットにおいてほとんど予測できない極端な事象が起きて、それが広大な影響を与えることを、で実際に黒い白鳥は存在しないからありえないと思われていたのに、存在が見つかった時にはえらいことになるからブラックスワンというそうなんですよね。はい、でだって GDP 国内総生産第2位の中国でそんな大きな破綻って起きますかっていうことなんですけれども、まあ、僕なんかそんな経済とか分かってませんが、例えばアメリカ、中国、日本、ドイツ、フランス、イギリス、インド、ブラジル、イタリア、カナダが、国内総生産がトップ10ということになるわけですけれども、国っていうとなんかすごく大きな感じですけれども、例えばその自分の身の回りにいる人、自分も含めてなんですけれども、自分のことを大きく見せようとする人と、まあその身の丈に合った見せ方をする人と、
まあ、正直な人ですよね。本当はめちゃくちゃ儲かってるのに、いや赤字でございますかなあ、今辺はっていうようなね感じの、実際よりも小さく見せようとすることに、なんか美学を見つける人といると思うんですよね。だからそうだな、例えばライブでバンドやってる若い人に、動員って今どれくらいなのって言った時に、毎回きちんとデータを取っていて、それの平均値を数字として言うタイプの人と、一番入った時に80人、一番入らなかった時は3人だったとして、その一番入った数字をいつもそれくらい入っているような感じで言うタイプの人と、まあ、結構いい感じで平均すると50人60人は確実に呼べてるんだけれども、一番少ない時のいやーもう3人です、メンバーよりも少なくて大変ですっていうようなねタイプの人がいると思うんですけれども、だからまあ国を挙げて本当は結構火の車なのに、いやーもう幸せハッピーって言ってるようなね感じのところとあるのかなと。でそんな時に、ふと思ったのが、まあ、粉飾決算ってありますよね。その粉飾決算って何かっていうと、本当は結構カツカツなのにえらい儲かってますよ、もううちの会社全然大丈夫ですっていうように、発表公表するのが粉飾決算なんですよね。でまあ正直に1円の狂いもなく、報告決算しているのが、まあまともとすると、本当はめちゃめちゃ儲かってるのに、いやー赤字でございますっていうふうにやるのが、まあ脱税ということになるわけですから、脱税と粉飾決算というのは、まあ真逆ということなんですよね。でそうやっていくと、まあ例えばですけれども、背伸びがバレた ZOZO 前澤社長、プロが読み解く経営状況、実際は赤字14億円とか、なんかね叩かれてるんですけれども、最近ですよね。どうでしょう、 ZOZO とか、もうなんかお友達になりたいとか関わりたいとかね、もういうすごいイメージを持ってるかもしれないですよね。それは女優との交際、月行こうぜとかね、1億円ばらまきとかね、もうすごく儲かってるイメージを見せる。いや分からないですよ、僕はこれこういうことも言われていますということですから。で決算で従来予想の400億円から265億円に下方修正で、誤算があったことを認めたとかね。だから本当は赤字分からないですよ、僕何も分かんないです。大して儲かっていないのにものすごく儲かってる、うちに投資する価値ありですよ、イメージめちゃくちゃいくないっすかっていうことをしている。つまりまあそうした粉飾決算ってその昔からまああるわけですけれども、なんでそんなことをするのかと。だっていっぱい税金をね払わなくちゃいけないわけですよ。はい。で普通はいや儲かってないです、いやもう税金払えまへんっていうようなのが普通なんだけれども、粉飾決算というのは実際は、そんなにも赤字、実際は赤字なのに儲かってますって言って、決算するわけですから、税金いっぱい払う、わざわざね。じゃあなんでそんなことをするかと、株価が下がらないようにするため。
イメージが良くなればね、株価下がらないですからね、株価を上げるためにすると。また、儲かってないですよ、あの会社危ないよってなるとお金貸してくれなくなっちゃいますから、銀行借り入れのため、他にも認可事業を受けるためとかね、対役所、また取引先に対するイメージということで、だから話を戻して、まあこの中国の、デフォルト、いわゆる債務不履行が、まあ、とんでもない金額返せませんと、デフォルトですというふうにブラックスワンが現れてしまうとですね、これは貸していた人たちが、まあ、これ倒れてしまうわけで、そうすると、まあ、連鎖して、まあ、大変なことになってしまうので、まあどうですかね、その僕が思うのは、別にあの国がどうとか、誰それがどう、あの会社がどうとかっていうことではなく、本当はカツカツなのに、なんだろうね、その大盤振る舞いをしているところを人に見せてセルフイメージを高めるっていうのもどうかと思いますし、本当はめちゃめちゃ儲かってるのに飽きまへんわ、まあそれ、まあその温度差っていうか、まあ要するに極端にしてるとよろしくない気がしますよね。はい、ということで、まあセルフイメージを、いやだって自分なんかも本当そうですよ、まあ、会社の株価とかっていう次元ではなく、まあでも一応僕も会社やってるから、まあ考えないこともないですけれども、その市場価値っていうか、市場価値がやっぱり全くない人間にはなりたくないなということで、勉強とかもするわけですけれども、やはりまあなんだろう、必要以上に粉飾したりですね、いやー飽きまへんっていうのもどうかと思うということで、今回はデータの信用性というかですね、そうしたところでお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバーイ。